こんにちは、バンドリ青山本店菊池です。今日も始まります、ボンジュールバンドリ。最後までご覧ください。今回ご紹介させていただくのは、もうバンドリでは定番のシリーズのこのレタードになります。こちらの、かかっているのがモックネックのロングスリーブと、私が着ているのがこのクルーネックの、半袖なんですけれども、メッセージがですね、こちらのエブリーとあとチルというタイプで、2型ご用意しています。なかなかですね、ちょっとこういうレタードが抵抗あるっていう方も意外に多いんですけれども、実際にご試着いただいたり着てみると、無地のものよりこうちょっとアクセントになったりですとか、あとこういう配色になってるので、この色を組んで、まあ、ボトムですとか上着とのコーディネートもおすすめしているので、ぜひそちらのコーディネートを、ご覧いただければと思います。で、中でもおすすめなのが、白のコーディネートなので、ご覧いただければと思います。はい、それでは早速コーディネートをご紹介させていただきます。まずこちらがですね、エブリデイの、モックネックのロングスリーブにこちらの、グルカショーツを合わせております。こちらのショーツが、ネイビーで、リネンベースで若干透け感と軽さもあるので、より爽やかな、そしてロングスリーブにショートパンツというバンドリおすすめの、大人の落ち着いた雰囲気の夏のスタイルになっております。そしてこちらはですね、チルの、T シャツに、この合わせてるデニムはですね、リゾルトの、メーカーさんから特別にお借りしたんですけれども、もうかなり履き込んでいい味になっているデニムを、コーディネートしています。今結構古着がブームでしたり、ミックスのスタイルも、おすすめなスタイルなので、味の出たデニムに合わせていただいても、やはりそのニットの素材感ですとか上質さが相まって、大人っぽい落ち着いたカジュアルな雰囲気に仕上がるので、おすすめです。そしてこちらがですね、ザッコの、ジャケットにインナーは、モックネックのロングスリーブを合わせています。まだちょっと今の梅雨時期なので、梅雨寒というか、気温的にも、ロングスリーブ合わせて着てもいただけますし、と、この首のちょっと汚れというか、ジャケットが気になるのもカバーしてくれますし、ここがこう無地な、ドレスティーやロンティーよりもちょっとこうレタードがちらっと見える配色が、存在感があって、おすすめのコーディネートです。続いてこちらは、白をジャケット羽織らせてみました。白でより爽やかなので、こういう感じでアンカーの夏らしい配色の小物も挿していただいても楽しんでいただけると思います。ブラックがずっと人気だったんですけども、これからのシーズンはよりこうホワイトも爽やかで、夏の日差しにもあって、すごく清涼感もあるので、おすすめで人気の色になってきてます。で、レタードのこの文字が、黒なので、これに黒のボトムを合わせていただいたりですとか、このジャケットですとかの羽織物をお手持ちのブラックのアイテムにしていただいても、このシックな印象でコーディネートしやすいので、ぜひこれからの時期はホワイトもおすすめです。今でしたら、今日ご紹介させていただいたコーディネートのアイテムも、お買い得なので、ぜひご検討ください。今日もボンジュールバンドリを最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。